Everyone, my name is Mayuko. 皆さんこんにちは、Mayuko です。すいません、めっちゃ長くなっちゃってパート4まで行っちゃいました。もうちょっと喋る練習していきたいと思います。はい。で、今早口で喋っただけだけどね。で、そう。で、クビになっちゃって、で、その後ね、またレジュメを配り歩きました。で、そこで配り歩いた中で、あ、そのね、それも含めて200件って感じかな。で、その後、ようやく決まったわけです。決まったのは、ペリのお店で、コーヒーは、まあ一応あるけど、正直こだわってないし、測ってもないし、食べ物がメインのデリカフェみたいなところで決まりました。で、そこでは1年くらい、最後も週1くらいで細々だったんですけど、働きました。で、そこでは、まずオーナーがトライアルの時も、言ってオーナーね、あのね、すごい可愛いね、おばあちゃんなの。草間彌生みたいな、こう赤いね、髪型して、すごいおしゃれなおばあちゃんだったんですけど、が言ってることがマジでわからない。結構最後の方までわかんなかったんですけど、わかんなくて。で、そこは30年くらいやってるお店だから、おばあちゃんの常連さんとかも多いから、お年寄りもわかんない。英語もちょっとよくわかんないっていう中で働いたんですけど、そこでは、まあコーヒー作るでしょ？サーブ？なんかそこは例えばサラダとか箱売りなの、箱売り詰めるの、パックに詰めて、SML みたいな感じで詰めたりとか、スープがあったりとか、チーズケーキとか、まあ、いろいろケーキがあったりとか、ソーセージロールとか、オーストラリアのパイとかサンドイッチがあったりとか、お持ち帰りのカレーとか、まあ、いろいろパックされてるものがあったりっていうところで、まあ、レジする、サーブする、コーヒー作る、あとキッチンもやらされたの。野菜ひたすら切るとか、でもすごい楽しかったけど、なんかっていうのを、まあ本当にリアルオールラウンダーっていう感じで、そこで働きました。で、そこでにいる時にコーヒーもすごく練習し、すごくっていうかこう練習になったし、最初はね、そのマシンがね、すごい古かったの。 ラマルゾッコの古いやつで、ハイパワーだし、なんかこううまくミルクがコントロールできなくて、うまく作れなかったんだけど、そこで1年間くらいかな、そこだけじゃないんだけど、働く中でコーヒーが作れるようになりました。そう、こうすごい、それもなんかトントントンってステップなんだけど、ちょっとずつ練習して作れるようになりました。はい。で、まあその後もいろいろ働いてるんですけど、そのお話はまたいつか長くなっちゃうのでしたいと思うんですけど、私が仕事をこう探してみて大切なのって、結構ダメ元だったりとか、あんま期待しないっていうのは大切かなって。あとは諦めない。やっぱね、人はパッションとかで通じるとやっぱ思った。言葉も違うし、オーストラリアは経験が必要って聞いてたけど、やっぱやる気っていうのが一番大事。やる気と笑顔とっていうのが本当に大事。あとは、まあ、もちろん経験もなんだけど、あとはコーヒーをカフェで働きたいなっていう方がいたら、どこでもいいから、コーヒーマシン、どれだけコーヒーマシンを触るかとか、どれだけコーヒーを作るかで絶対上手になるから、もうトライアルでいっぱい受けまくると、それだけでコーヒー3、まあ、少なくとも3、4杯くらいは作らされるから、それだけでさ、作るじゃん。じゃあトライアルをこう毎日やったとしたら、じゃあ毎日コーヒー作るわけで、それだけでもね、多分こう練習になるし伸びてくると思うので、コーヒーやりたい方がいたら、とりあえずもう履歴書を配りまくったりとか、まずトライアルゲットするようにする、トライアルをまずは受けるようにする、でコーヒーを作る、そう、練習する、トライアルを通してコーヒーを作る練習をする。で、絶対ね、こんだけカフェがあるから諦めなかったらゲットできる。もうあの英語力とコーヒーのやつで私ができたんだから絶対できるから、なんか諦めないってことと、あとはまあそのトライアルも練習って思う。で、もうね、でレジュメ配るのもいいじゃん、街歩きで。私いろんな素敵なカフェも見つけたし、可愛いお店も見つけたし、すごいそれは楽しかったから、探検、そうで、ポジティブにこうやっていけば絶対大丈夫だと思いました。そうで、伝わるし、自分をプッシュしすぎずに、いつか決まるから、とりあえず数落とそうとかで、やってるうちに絶対決まると思います。あとは、まあ、私みたいにこだわらないで、もうコーヒーマシンがあるところどこでもいいからやる。で、それで
もうすんごいどんだけダサくてもなんか汚くてもコーヒーマシンがあったらそこで勝手に練習しちゃって、絶対そんなんね怒らんないし、うまくなりたいんですって言ったら嬉しがると思うんです、オーナーさんも。だからとにかく動くのと、そういうところで練習してから、あのこうステップで、じゃあ次もうちょっとおしゃれなカフェ、もうおしゃれなカフェ、すごいカフェって感じでステップアップしていくっていうのがすごくいいのかなって思いました。うん、あと笑顔かな、笑顔とできなくても堂々とすることはすごく大切かなって。ちょっと私はできてたんだかできてないかわからないけどね、それは思いました。あとなんだろうな、うまく喋らねえ、あとなんだろうな、あとはね、うん、そんな感じかな。はい、じゃあまた何かリクエストがあったら言ってくれるとすごく嬉しいです。あんまりこう話す系じゃない、話す系の YouTube はやってないんですけど、これからもうちょっとできたらなって思ってます。はい、よかったらチャンネル登録といいねお願いします。 Thank you for watching my video。 本当にあのパート4まで行っちゃってごめんなさい、ありがとうございました。 See you guys. Bye. Have a nice day.